八甲田山市の方向は多数の犠牲者を出した青森県八甲田山における山岳遭難事故を題材として新田次郎が執筆した山岳小説である。1971年9月、新潮社より書き下ろしで刊行された。1978年2月、新潮文庫版が刊行された。1977年に八甲田山のタイトルで映画化され、 翌1978年にでテレビドラマ化された。日露戦争直前の1902年に、ロシアとの戦争に備えた寒冷地における戦闘の予行演習として、また、道の区湾沿いの青森から広崎への補給路を、ロシアの艦砲射撃によって破壊された場合を想定して、日本陸軍が発行大山で行った、雪中行軍の演習中に、参加部隊が、 記録的な寒波に由来する吹雪に遭遇し、210名中199名が死亡した発光田雪中高群遭難事件を題材にした山岳小説。演習当日には北海道で史上最低気温が記録されるなど、例年の冬とは比べ物にならない寒さだったと言われている。この作品はノンフィクション小説として扱われることも多いが、実際には 事実を題材としながらも、作者自身の解釈や創作が加えられたフィクションである。作品中では、青森第5連隊と弘崎第31連隊が、共通の目的のもとに協調して、雪中行軍を計画したように描かれているが、これは事実ではない。実際には、双方の計画は個別に立案されたもので、実施記述が偶然一致したに過ぎない。また、作中で描かれる、 双方の指揮官の交流も進化の創作であり、両隊に何らかの情報交換があったか否かについては現在残されている資料からは確認できない。人物描写の都合上メインとなる神田大尉と山田翔さんの描写も神田大尉よりにかなり脚色されている。本事件については神殿の小説に先行して青森県の地元指揮者だった小笠原子衆が長年に渡る 資料収集や第五連帯の生係者への聞き取り調査などに基づいてまとめた書籍、吹雪の三劇が存在した。こちらは発行大山氏の方向とは違い、ノンフィクションを志行している。ただし、出版社を通さないシカボンであるため、発行大山氏の方向に比べ知名度は低い。これを知って取材を申し入れた神殿に対し、小笠原は資料提供や 現地案内など多くの助力を提供した。神殿も後書きで、小笠原に対する謝辞を記している。一方で、神殿が作品中で遭難に至った、青森第5連隊の行軍計画を人体実験と表現した点について、小笠原は大きなショックを受け、作品そのものについては否定的な評価を残している。小笠原の足跡などを記した書籍。 八甲田氏の雪中行群真実を追うも存在する。現在の田代元湯青森不評第五連隊は中隊編成で青森市から八甲田山に入り、八甲田山中にある田代元湯に一泊、さらに八重一泊後に連隊に帰還する雪中行群を計画する。しかし準備と経験とを書いた状態のまま難所に差し掛かり、猛吹雪により、震度を誤り遭難した。 弘崎府標第31連隊は地元出身者を主体に編成され、徳島隊員は1年前に雪中行軍演習を行った経験を持っていた。綿密な下準備を行った上で、大人数では危険な雪山で行動力が低下する恐れがあるため、比較的小規模な小隊編成とし、また徴兵されて在営している兵卒は、徳島隊員の重卒と八甲田山系出身者の 計4名にとどめ、あとは、雪山の経験があり身長制限を通過した、将校、歌詞のみで行軍隊を構成した。弘前市を出発しと和田湖畔を通り一旦、三本木町に出て、三本木町から八甲田山中を通って、青森市に抜け、さらに、青森市から、ボ珠山を走破し、弘前に帰営する総距離 240km を11日で、踏破する計画で、 落語者なく成功させた。ただし途中で、歌詞官1名が転倒して、足首を痛め、それまでにまとめられた報告書を託され、馬車と鉄道を乗り継いで、広崎へ戻されている。映画と同じ、発甲田山のタイトルで、テレビドラマ化され、1978年4月4日から5月9日まで、毎週火曜日21時21時54分に、 TBS テレビ系列の火曜21時枠で放送された全6回。映画の大ヒットを受けてテレビドラマ化したもので、大竹誠など映画版に出演した俳優が数人出演している。その他、加賀美陽子、西川陽子、矢吹久子、谷中陽子、川島栄吉、飯田和平、菅原司白鳥雲堂、臼井祐二、長谷川昭夫は、 映画版にも出演。発甲田山に関するカテゴリー。ありがとうございます。